また給料見てください。甘酢だれと、うわたまる。ナンバ本店ということです。では入ります。あよしよっしゃー、すげえカウンターですね。あこちらですね、この398円のメニューなんですけども、前にねここねごまさばがすごくね美味しかったっていう、もうごまさば絶対注文しますね。ごまさばとこのチキン南蛮と、あともう一つどれしようかな、やっぱりこうキュウリの一本漬けでしょうね、はい、あすいません。そしたらあの瓶ビールが一つと、はい、でごまさばと、はい、でこのチキン南蛮とでキュウリの一本漬け、はい、それではお願いします。いや来ましたね。頑固はねこの着物着てる女性の方が、ね、持ってきてくれるんですよ。すごく、ね、テンション上がりますよ。あ、はい、ありがとうございます。おお来ました、すごい、これはかなり価値がありますね。はい、あ、ありがとうございます。うん、これもすごい、ごまさばです。いや福岡でもねごまさば食べた時に本当おいしかった。これからねごまさばあったら、メニューあったら大概注文します。ではいただきます。いや結構キンキンに冷えてるグラスですね。ではうわーたまんねえ、うわうわごまさば、キュウリを見てください。なんかこう取るとき大変ですよ、もうこれブシュッとこうちぎってでカウンターあったらそのカウンターにこれをスッとこう出すんですよ、スッと。そしたら引いてくれるんですよ大将が。ではごまさばからいただきましょうか。まずねこれわさびをつけずにいただきます。この状態ではいただきます。うまい。まあ、これは大人のチョイスですね。次あたりはちょっとあのわさびをつけましょうか。ちょっとわさびをつけてこういただく。お二人様ご案内です。いらっしゃいませ。うわー。いやちょっと微笑んでしまいますね。キュウリはまずは何もつけずにいただきます。 ありがとうございます。お、チキン南蛮来ました。あの醤油いらないですね、まあ、普通に美味しい。ではチキン南蛮いただきます。もう頑固イコールチキン南蛮ですから、もう本当にいやこれはもう間違いなく注文してください。おすすめです。たっぷりとタルタルつけて、うんまっ。チキン南蛮の甘酸っぱさのソースプラスアルファこのタルタル、もうこれがね1と1でね100ぐらいになるぐらい美味しくなるんですよね。いやこれは食べてほしいな、何回も言ってしまいますけども。でもタルタルにねこの色々いっぱい入ってますね、この具というか。チキン南蛮でちょっと脂っこくなったところで、まあ、これすりおろし生姜ですよ、これチューブちゃいますよ、まあ、生姜をでお口をリフレッシュ。まあこのもみじみたいな、もうこれだけでもね
気持ちが高ぶるっていうか風流、これ間違いなく幸せなこの3品ですよ。こうチキン南蛮で世界に発信してもね絶対に美味しいと、もう自慢できるぐらいちゃんこ美味しい一品ですよ。もうソウルフードですよね。ではちょっといただく。キュウリね、結構キュウリ食べたつもりなんですけどまだこんなにいっぱいあるんですよ。この、なんていうんですかね、これもみじですかね、まあ、この見ながら食べるという。よっしゃ、いい感じだ。しっかりとこのタルタルを上にのせて、もう余すことなくですよ。どれから2枚、揚げ物にはビールは絶対合いますね。次はこのあっさり系でやっぱりこう日本酒を飲みましょうか。ドリンクのメニューありますか。あ、これですか。あ、なるほど。あ、そう、ドリンクメニューここにあった。ちょっと日本酒は飲みたいのでこの頑固一徹いただきましょうかね。頑固一徹のこれ一つお願いします。はい、着物を着てる姿を見ると緊張しますね。たまにはこういうところで食べるのもいいんです。本当に1個めっちゃたまらんでしょう。ちょっとあーつっちゅっちゅっちゅっちゃー、これ頑固一徹っていう頑固一徹ですよ。私頑固ではないんですけども、まあ何ですかね、頑固って言うと星ヒューマンのお父さんってイメージがありますけども、ではいただきます。あ、もうすげえ、ちょっとあの結構辛口ですよね。やっぱり頑固一徹です。頑固一徹やな。そうそう、頑固一徹。うん、あの頑固って言ったら寿司屋さんなんですけども、カウンターの目の前で大将と職人さんがね結構こう3人4人いらっしゃって、こうポンポンとこうするんですよ。こうなんかこうシャリを握ってポンとするんですよ。そのポンがねところどころでこう聞けるという、まあ、今回寿司はね注文してないんですけども、あ、聞こえました今。寿司は注文してないんですけどもね、でもねやっぱり頑固来たらタルタルでもないんですよ。やっぱりこうカウンターでこうちょっとお高いじゃないですか。だからいつもねチキン南蛮なんですね。私自身もちょっと背伸びしてここでお寿司を食べたいなっていう、まあ、次の頑固の動画はお寿司を取りたいなと思ってます。まあ、今回はチキン南蛮を皆様に知っていただき食べてほしいですね。まあ、そう言いながらごまさばあのサバを生で食べるっていうのが本当になかなか関西ではなくて、大体関西のサバっていうのはこう酢で締めてるじゃないですか、締めサバって。そんだけこう鮮度がなかったらサバはなんかこう良くないんでしょ。だからサバはすぐ取れて食べれるところで生のサバが食べれるっていうことだと思うんですけど、大阪で生サバを食べれる少ない店舗の中で頑固は食べれるっていう、しかも398円で。
これ食べるしかないですよ皆さん、うん、ちょっとがっつりと、うん、うまこのナスの一本漬けも美味しそうですよね、うん、でこのね和牛コロッケも美味しそうかな、っていうか寿司屋のポテサラ、あえて寿司屋の寿司屋っていうところがかなりブランディングされてるかと思いますけども、あとはこの桃炭焼き、この炭焼きっていうとまあ大体九州地方でこの炭焼きっていうのがあるかと思うんですけども、でもこういうところ頑固でも食べれるというですね、しかも398円、よっしゃーと最後はこのおろし生姜を乗せてサンドしていただく、うん、これごちそうさまでした。美味しくいただきました。さあ、ではいただきます。ではいただきます。